実力、スプラトゥーンナンバーワンの2を取ります。こちらの方は、リプレイなんですけど、先ほどプレイした、6連勝の中の、リプレイですけど、その中で仲間が、強い成績を残した、3号さんの方の、解説します。今、ウルトラショットを、放ってるところですけど、今日はやっぱりウルトラショットが、後ろで打つと、前で打つとやられちゃいますので、当たんなくてもやっぱり後ろで打った方が無難ですね。今、目の前にいたのは自分ですね。その援護射撃って感じですね。サブであれしてますね。サブで、攻撃する場合は、なかなかやっぱり慎重になってるんじゃないかなと。なかなか前に出たくないと。出たくない人はやっぱり、ボムで牽制入れてから少しずつ前に行くと。相手の動き見てから。これうまいですよね。やっぱり左の方の動きを分かった上で合わせて、エイムを当てると。読み切ってないとなかなかできないので、相当強いんじゃないかなと思います。今のは相手が弱いと思い込んで、目の前にちょんとあれしてやろうと思ったら、あっさりやられちゃったと。ちょっと甘く見すぎたんではないかと思います。こういうのは横からやっぱり動くのが一番いいと思います。ローラーは意外と正面だとやられちゃいますので。裏取ったら確実に下がると。そういうスタンスはなかなかデスにはなりにくいですし、つい立ち回りだと思います。前にも行くのもいいんですけど、本当にそういう人じゃないと、やっぱり前にはあまり出ない方がいいですね。無敵時間もありますし。ここら辺、一つ取ったら少し下がってまた前に出るとかした方が無難だと思います。今のは、ローラー抜いた後、ちょっと、後ろに少し下がってから様子見てからの方が良かったですね。味方少し前で立ったり、自分も出るとかの方がやられず、裏も取りやすいと。あと自分の、プレーと、BGM になりますので、ご理解のほどどうかよろしくお願いします。スプラトゥーン情勢のために一生懸命頑張りますので、どうかよろしくお願いします。皆様のおかげで、勝つことができました。先ほどの、6連勝と今ので4連勝で10連勝いったんじゃないかなと。これ無効試合なので、省いたら、3連の1、2、3、4、5、6、7、一応10連勝なので、本当にありがとうございました。皆さんのおかげで10連勝することができたので、本当に感謝しています。これからも、1000年以上生きて、スプラトゥーンの方を応援していきたいと思うので、どうかよろしくお願いします。女性の応援してくれてる人たちもたくさんおられますので、その方にも、一生懸命いいプレーを見せたいので、どうかよろしくお願いします。